はい、えー、皆さんこんにちは心理カウンセラーののけ瀧健太郎と申します今日もご覧くださりありがとうございます、えー、今日はですねメガソーラーは本当に持続可能なエネルギーなのか、えー、そして再エネ賦課金とは何かさら、えー、にですね 石炭火力発電35年廃止合意へという記事がありました。その辺についてお話をしてみたいなと思います。その前に1点ご案内です。昨日ライブ配信の中でもちょっとお話をさせていただきましたが、新しくですね、ニコニコチャンネルを開設することになりました。概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので、もしよかったらそちらの方からお申し込みいただけると嬉しいなというふうに思います。はい、それでは早速本題に入りたいと思うんですが、 えーとですね、これ SN、SNS 上ではかなりもうずっと、ね、話題になっていることなんですが、ちょっとこちらの写真を見ていただけますでしょうか。これ、奈良県にある古墳を取り囲むこう無数の太陽光パネルの写真になります。これがです、ねまあ、少し前のニュースなんですが、ANN のニュースで取り上げられていました。 でこの光景を見て皆さんどう思いますでしょうか。こ古墳をね古墳のところだけ残してあと太陽光パネルみたいなまあ異様な光景ですよね。うん、でこれなぜこういうことが行われているかというとまあクリーンエネルギーまああのなるべく 温室効果ガスを削減するぞということで、クリーンエネルギーの太陽光発電に変えていこうということで、まあ国も挙げてですね、えー、これは推進してきたことの結果の一つになるんじゃないかなと思います。で、これ古墳の周りだけじゃないんですね。まあ有名なのがこの阿蘇山ですよね。阿蘇山。えー、熊本にある阿蘇山の山の方で、かなりですね、こう大規模なメガソーラーがで埋め尽くされているんですね。うん これ太陽光パネル約20万枚ぐらい使って福岡道もね17個分ぐらいの敷地にこう太陽光パネルが設置されているらしいですこれ山の上の方にあるのであ,あまりですねあの下の方から気づきにくいんですがこれ空から撮るとですねもう一面の太陽光パネルで本当にすごいことになっています、えー、さらにこれはですねあの最近 X の中で投稿で、えー、見たんですけれどもこれ山形県にある廃棄された、まあえー、古くなってね今動いていないスキー場を活用して、えー、メガソーラーが敷き詰められてい,いるところになります、えー、これ当然冬になると雪が降りますのでこれ雪が積もっているところの写真なんですがこれ雪の重さによってメガソーラーがばッババキバキに割れてるんですね 重みに耐えられなくて曲がったりとか落下したりとかしている写真になります。これ設置する前に分かんなかったんでしょうかね本当に不思議です。あとですね、もう一つ最近よく耳にするのが、目にするのが北海道の釧路です。釧路湿原の中にメガソーラーがめちゃくちゃ作られていると。これもこの写真出ますでしょうか。これ 海道新聞にに載っていた、えー、写真になりますこのパーンって、ね、もう、えー、釧路湿原に、えー、建設された大規模太陽光発電所と、まあ、環境保護と再生可能エネルギー導入の両立が課題になっているでこれ環境保護になっているのかということですよね、えー、まあこういうことが、えー、ありますこれ今日本のいたるところで、まあ、日本がね国を挙げて、えー、こう国を挙げて進めてきていることなので日本中の いろんな場所でそれなぜ行われているかというと、まあ、SDGs の一つである全ての人々の安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保するっていうのが入ってるんですが、まあ、持続可能なエネルギーそして環境問題、まあ、CO2 削減だったりとか、まあ、そういう。 環境にに負荷をかけないいためのエネルギーに変えていきましょうということで、まあ、そ,のその一つが太陽光パネルメガソーラーだったりするわけですこれがまあ日本中で今進んでいるわけですね、えー、そんな中ですね4月30日にこんな記事が目に飛び,飛び込んできました石炭火力発電35年廃止合意へ G7 韓国 環境省会合生命協採択という記事になっています。えー、これですね、石炭火力発電を2035年までに段階的に廃止していくことで、えー、合意を進めている、えー、ということが記事になっているんですね。ちょっと読んでみたいと思います。イタリア・トリノで開催中の先進7カ国 G7、えー、気候エネルギー観光、えー、環境省会合で排出 削減措置の施されていない石炭火力発電を2035年までに段階的に廃止することで合意を目指していることが関係者への取材で分かったと30日に採択する共同声明に盛り込む方向で最終協議を続けていると廃止時期に関し声明案では産業革命以来の気温上昇を1.5度に抑える各個パリ協定の目標に沿った時間軸との表記も列記 廃止時期の明記に難色を示した一部の国に配慮したとみられるが石炭火力への依存度が高い日本も一層の対応を迫られることになりそうだということになっていますそしてですね再生可能エネルギーの割合が低く東京電力福島第一原発事故の影響で多くの原発が停止する日本の電源構成は火力発電への依存度が高いと ということで締めくくられているんですがまあ火力発電にまだまだ頼っている日本であるとでこれをクリーンエネルギーに変えていきましょうねということが言われているんですけれどもそれでえもうだいぶ前からですね日本ではえ太陽光発電もその一つとしてまあ,あとは風力発電とかねいろいろあるんですがこれは進められてきましたでその結果まあ環境に良くしようねそしてクリーンエネルギーにしようね,ね持続可能なエネルギーにしようね っていう目的ですよ目的のもと私たち人間が何をやってきたかというと、えー、先ほどのの写真のようんこれ環境にいいんでしょうかってことなんです、ね、で100歩譲ってね石炭や火力発電を、えー、やめていきましょうね縮小していきましょうねっていう方向性を取ることはいいことかもしれない。いいことかもしれないんだけれどもじゃあそれに代わって、えー、どういうことをやっていくのか。 どういうエネルギーが本当にいいのかっていうことをきちんと決める前に先に2035年までに廃止することで合意を進めているとまあこういうことをやっちゃうわけですねいつも先に結論ありきで <laughs> そして無理やり他のものに置き換えていこうとする、うん、いつもこのやり方をしているような気がします えとこのメガソーラーが今日本のね山だったりとかいろんな自然の中にたくさん作られることによってどういうことが起きているかというと当然ですねいろんな被害が出ているわけです例えば土砂災害だったりとかそういうことも問題になっていますそして今後ですね廃棄の問題も出てきます だいたいえー、ソーラーパネルっていうのは、まあ、20年から30年ぐらいと言われているんですが、えー、それが、えー、悪くなってくるとじゃあこれどうやって先ほどのね山の中にあるこう膨大なメガソーラーを回収してそしてそれをどうやって廃棄するのかっていうことも大きな大きな問題になってくるわけです。うんえー、さらにね最近よくクマが出るぞっていうニュース耳にすると思うんですが、まあ、そのクマが、えー、山から降りてきて。 えー、人が住んでいる場所に降りてくるのは、まあ、いろんな理由があるんですがその一つとしてこの山の中を切り崩してメガソーラーをたくさん作ることによって熊、えー、が生息できたりとか熊が食べる餌が減ったりとかして、えー、そして熊が下の方に、えー、降りてこなければい、えー、けなくなってくる、まあ、そういう現象も出てきたりとか、まあ、いろんないわゆる自然の摂理が 破壊されていくので、今までに起きなかったようなことが起きたりとか、えー、しているわけなんですね。で、まあいろんな考え方があってもいいと思うんですが、えー、これはですね、たとえ二酸化炭素を減らす、まあ二酸化炭素がね減らして本当に環境にいいのかどうかっていう議論もあると思うんですが、まあ、それちょっと置いといたとして、まあ本当に環境にいいエネルギーに変えていくっていうのはもちろんいいことだと思います。しかし、だからといって何をやってもいいっていうことではないですよね。 むしろ山をこれだけたくさん切り崩して山の中にメガソーラーを作っていくっていうことが本当にこの自然を守っていくとか持続可能な社会を作っていくっていうことに対してその目的にね合致してるのかどうかっていうここをしっかり考えずに勝手にもうやっていってしまう。で、これにはなぜここまで急ピッチで進められているのか。なぜ 世界的にねこういうことが言われているのかっていうと当然いろんなお金だったりとか利権が動いている結果なんではないかなと思います。でこれどういうことかっていうと実はこれ腹立たしいことなんですけどもこの再生可能エネルギー発電促進付加金っていうものがありまして、まあ、ご存知の方も多いと思うんですがこれをですねこういう地球温暖化対策を進めていく上で えなるべく発電する時に CO2 を出さないえ再生エネルギーを増やしていきましょうねっていうことがえ今国策としてやっているわけなんですがえそのために逆にですね僕たちから一人一人国民からえ再生エネルギー賦課金というものを再生可能エネルギー発電促進賦課金ですね正式名称はまあ再エネ付加金と言ったりするんですが再エネ付加金というものを実は徴収されてるんです。 皆さんも電気料金の請求書を見ると、えー、多分そんなような名目で、再エネ付加金か何かっていう名目で、えー、お金を取られてるんですね。勝手に。これ僕たちが望むと、望まざると関係なく、えー、お金をもう払ってるというか、もう無理やり合算されているわけなんです。で、そのお金を使って、あの山の、山の中に作った、えー、メガソーラー,、えー、そこを、から発電されたものを国がですね、 え高いお金で、えー、決められた電気料金で買い取ってるんですよ。でその費用の一部を、えー、皆さん負担してくださいねっていうふうにして、えー、国民から徴収してる形になってるんですね。でこの図がですね四国電力のホームページの中に「えー、再エネ付課金を払うのってなんでやねん」っていうね分かりやすい図を使って書いてくれているんですけれども「えー、再エネ付課金って何か?」 太陽光発電や風力発電などの再エネを今よりもっと普及させるための国の制度ですと。まあ、普及するための制度があると。で、再エネで発電された電気を決まった期間、決まった価格で買い取ることを電力会社に義務付け。これ義務付けられています。そして買い取りにかかった費用は広く皆さんにご負担いただく仕組みです。ということで、えー、ここでですね、えー、また 国が予算を出さずに国民の皆さんに負担していただきますよということでやっているわけなんですねで、国が決めた全国一律の単価に毎月の電気使用量を掛け合わせてご負担額が決まりますと対象の再エネとは太陽光風力水力地熱バイオマスといった再エネが対象です地球 温暖化対策を進めていく上では、発電するときに CO2 を出さない、再エネによる発電を増やしていく必要があるのですということで、CO2 を出さないということを目的として、まあこれね、多くのいろんな専門家の先生が言ってますが、いや、CO2 がね、温暖化の原因ではないとか、むしろ CO2 を増えた方がいいんだっていうね、専門家の先生もいたりとか、特に日本では、 海に囲まれているから実は CO2 が少々増えてもえ大して問題はないどころかメリットの方があるんだっていう考え方もあったりします。でそんな中で、ね、まあほにこの CO2 削減が必要なのかどうかっていうこともそうなんですけれども問題なのは何かというとこの再エネ付加金の仕組みというちょっとこの図が出ますでしょうか。え再エネ発電事業者が まあ、風力とかね、地熱、バイオマス、太陽光、水力、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、このうちの一つ、太陽光ですよね、今話しているのが。え、こういうものを作ってですね、え、再エネ発電をするわけです。そして、それを電力会社が買い取るわけですね。え、ある程度の決められた金額で買い取るわけです。うん。きちんとした保証された金額で買い取るわけです。そして、その電力会社から、まあ、いろんなところに、まあ、他のものと含めてですね、電気を供給していくと。 でこの赤い線がその再エネ、まあ、例えば太陽光が電力会社に買い取ってもらい、そして電力会社がいろんなところに使ってもらうという流れなんですが、この反対側の緑色の矢印ですよね、これ、工場や家庭、オフィスから電気代の一部として再エネ付加金をお支払いすると、支払っていると、もう勝手に引かれてるわけですね、合算して。 えー、そして電力会社から再エネの買い取りをしていると太陽光とかの。うん、で、えー、今度預かった僕らが払った再エネ付課金を電力会社が国に対して、えー、これ納付をしているということになります。まあこういう図式でなってるんですね。で、今再エネの買い取り価格はどうなってるかというとこの図になります。まあ買い取り金額の推移ということで、まあ、年々増加していると。 ということですね2012年には本当に少なかったのが2023年には増えているということになります。で、えー、これはですね中部電力のホームページの中に書いてあるものになるんですがこの中に、えー、再生可能エネルギー発電促進負金のご負担についいてという項目がありますでここにも書かれています「再生可能エネルギー発電促進負課金は電気料金の一部として電気のご使用量に応じてご負担いただきます」ということになっています。 でこれどういうことかっていうと電気料金僕たちが請求されている電気料金というのは、えー、基本料金にプラスアルファでん電力量料,料金、まあ、使った分の、ね、決められた料金を払っていますよでプラス再生可能エネルギー発電促進付加金というものを、えー、これ払っていますよというこの、えー、3つが合算されて請求が来ている形になります。 このあ、ね、と先考えずにとりあえずクリーンエネルギーというものを打ち出してこう山の中にねメガソーラーでいっぱいいっぱい作っていくその結果、えー、いろんな土砂災害が起きたりとか、えー、もしくはこの自然自然破壊が起きていたりとか、えー、自然のバランスが壊れていたりとか熊、えー、が 民家にね降りてきたりとか、まあ、いろんな弊害をはらんでいますそして、えー、リサイクルの問題ですよねこれ廃棄する時どうするかという問題も、えー、まだまだこれから本格的に出てくる問題になります、えー、そんなことを反対とかね賛成とか、えー、じゃなくてですね僕らもそのことに対するお金を取られているこれがですね 一番腹立たしいことだなというふうに思いますこんなバカバカしいことになん、えー、でお金を払わなきゃいけないんだっていうふうに、えー、ちょっと思ってしまいますよねもう一つ今日記事をご紹介したいと思いますこれ少し前の記事なんですがフライデーの記事の中に今年の2月15日ですねこれ外国資本が続々と進出し北海道釧路湿原がメガソーラーに侵食されている衝撃現場写真ということでこの写真がアップされていますこれ 実はメガソーラー外国資本が結構入ってきているこれも問題になっているんですね、うん、要はこの僕たちが払っている賦課金再エネ賦課金これがどこにお金が流れているかってことなんですよそれが国が決められた買い取り価格で電力会社が買っているじゃあその買ったお金はそのメガソーラーの発電会社になるその発電会社が どこの国の国人たちがやっているものなのななかということなんですねもちろん日本の企業も入っていると思いますが実はこんなにおいしいものはないということで海外からも続々と進出してきているということなんですね海外の人たちを裕福にするためにやっていることではないですよねでもそういう規制がこう緩いってことなんですよね日本はちょっと記事をねこれ読んでみたいと思います 北海道東部にある釧路湿原公立公園国立公園80年に湿地の保全を目指すラムサール条約に日本で初めて登録され希少な野生生物が生息することで有名だこの大自然の宝庫と言うべき湿原が今メガソーラーに侵食されている釧路市と釧路町のメガソーラーは10年ほど前は1か所でしたが10年前は1か所だった現在は27か所に増えて え最大規模は約210万ヘクタール。まあこれ東京ドーム45個分、今現在。東京ドーム45個分になります。欧米やアジアの外国資本も続々と進出し、えー、東京ドーム86個分ものソーラー計画もある。まだまだ増えていくってことですね。えー、今年度に釧路市に紹介のあった計画地のうち、絶滅危惧種、 北山椒魚の生息適地と重なる場所は約東京ドーム214個の敷地に上りますと。絶滅危惧種の生息地に重なる場所が、えー、こんなに大きいということですね、えー。釧路湿原の保全のために土地の取得と自主管理を行う、えー、NPO 法人、えー、トラストサルン釧路。 の黒沢理事長はメガソーラー業者から狙い撃ちにされている理由をこう説明する、まあ、この釧路が狙い撃ちにされているその理由を説明してくれています釧路湿原は日照時間が長く平らな土地が多いためソーラーパネルを設置しやすいんです国立公園と接する市街化調整区域は町にも近く送電網、まあ、電気を送るものですねが整備されているので特に狙われています 私たちも構成員となっている釧路出現自然再生協議会は昨年4月釧路市長に立地制限などを求める提言書を提出しました強制力のある条例を早く作らないと乱,乱開発もうむやみにね開発していくことは止められないでしょうということで、まあ、今いろんなところのね住民があちこちでこうもうこれやめてくれっていう声がまあ出てきているというのも、えー、現状になります 市では提言書をもとに昨年7月から届出制を導入しソーラーパネルの設置が適当でないエリアの明示や設置者の遵守事項を設けただが半年経った今でも守られずトラブルが続出昨年12月には約330万ヘクタールの広大な土地で、えー、設置を進める東京の事業者が、えー、無断で保安人を掘削して処分を受けたさらに外国人作業員をめぐる問題も噴出している 釧路市で、えー、民宿を経営する、えー、方がね、こう話しています、えー。工事のために中国人の作業員がしばらく民宿を借り切っていたのですが、料金を払わず逃げてしまったんです。なんとか関連会社から取り立てることができましたが、一時は訴訟も覚悟しましたと。設置事業者はどう考えているのか。釧路最大のスズラン釧路ろ、釧路町太陽光発電所を運営する、えー、東,急不動東急不動産の回答。 気象市の保護のため行動時期や経路を考慮した工事計画を組みました開発影響についても環境省や NPO 法人の依頼で生態調査を実施しましたというふうに一応言っているということですね失言の自然が一,番一度失われれば回復には長い時間を要する手遅れになる前に厳格に規制する必要があるだろうというふうに締めくくられていますこれちょっと前の記事なんですが、まあ、こういうことがまあ日本の、ね、いろんなところで起きているということですよ これ後でやっぱやめようと言ってもこれ一度失ったこう自然をね取り戻すっていうのは非常に時間がかかることなんですよね。でこういう愚かなことを人間はやってしまう今回のね新型コロナのパンデミックに関してもそうなんですがこの専門家の意見とかこれがねクリーンなエネルギーだからどうとかそういうことは置いといたとしてももう普通の素人の感覚として かかかおかしくないいっていうのはこれ見れば思いますよねこの当たり前のように何かおかしくないっていうこの感覚を無視して、えー、なぜか日本中でこれが進められていく国がそれを促進してきたそれはなぜなのかっていうことなんですよ、えー、そして今回も、えー、勝手にですね、えー、石炭火力発電を廃止していく2035年に廃止する方向で、えー、これ合意を進めている。 もう先に結論を作ってしまうそして、えー、他に変わるものをどんどん促進するそこで、まあ、またビジネスだったりとかいろんな利権が生まれていく、まあ、この構造でいろんなものが動いているんじゃないかなというふうに思います、えー、またこのメガソーラーに関してはですね本当はねもうちょっと詳しく、えー、調べてですねいつか取り上げたいなというふうに思っていますが、えー、ちょっとね取り急ぎ、えー、一度 これは多くの方に知っってててもらいたいたた問題だと思って取り上げてみました皆さんはどう思いますでしょうかはい、ということで僕のチャンネルは、えー、削除対策用に全部で5つチャンネルがあります、えー。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、高評価ボタン、そして通知ベル設定、えー、ポチッとよろしくお願いします、えー。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。